バイタが何も。ただ武器ディーラーのヨルバは軍隊出身者に売ったことを認めてる。いや、何かがおかしい。なぜ黒人が自分が殺した白人の報復に黒人の子を狙う？ダロンテとフク&ゴーの2人はネットに政府転覆の書き込みをして状態になってる。そいつらはヨルバから銃を買ったんだろう。レイモントが間違って撃たれた時、その怒りを利用したんだ。白人を撃ったのは社会の怒りをさらに煽るためだ。人種じゃない、政治問題ね。でも変じゃない？ここからじゃ子供は撃てないのに。それじゃターゲットは？俺が先に行く。左サイドクリア、右サイドクリア、オールクリア。死んだ警官たちはお前らがバカな証拠だ。銀行から奪った金でお前らが崇めている腐った体制を崩壊させる。死んだ警官たちってこれから起きることを指してるんだろう。さあ行くぞ。今度、奴らは銀行を襲うつもりだ。あれ、マムフォードのチーム？ああ、どうなってる？これです。なぜ 50D が来てる？ファーストファイナンスバンクで警報が。他のチームは全部出払ってる。おい、待ってくれ。公園の銃撃事件の最中にも銀行強盗があったと言ってたよな。そうよ。今度もまた銀行だ。警官は全員学校に行ってる。同じ手口だな。騙し討ちだ。これです。すぐに行け行け。ニコ、ファーストファイナンスバンクで強盗が進行中だ。直行してくれ。聞こえたな。マムフォード！強盗犯は頼んだぞ。こいつやばいだろ。急げ急げ。早く車に乗れ。お前も乗れ。ストレートストレートストレート。ちょっと、俺倒せたのに。